奥村綱尾3月5日から1972年11月7日は昭和期の実業家。野村証券元社長、会長。野村証券中高の祖と言われる。1903年3月5日、滋賀県甲賀郡賀木町に生まれる。聖火は代々、滋賀木焼の窯元をやっていたが、父は綱尾が6歳の時に大阪海に移住滋賀市の製造販売業を始めた。 1923年大阪高等商業、学校卒業。1926年に京都帝国大学経済学部卒業後、野村証券へ入社。1936年に満州視察団に参加し、1945年に取締役した。1946年公職追放による経営人退陣の中、綱尾は1947年に専務、 1948年には第三大社長に就任した。証券取引法に基づく証券業者として登録。1951年に連合国との交渉の末、証券投資信託法を実現させ、委託会社の免許を受けることに成功し、財閥指定を受けた野村の社名を守った。1959年に社長の座を瀬川実に譲り、会長に就任し、 1968年に相談役に退いた。その他には東京証券取引所理事、経済団体連合会会士、問題委員会委員長、ボーイスカウト日本連盟理事長なども務めた。石坂経団連会長と共に資本自由化促進の旗振り役を務めた。1972年11月7日、死去、去年69、ありがとうございます。